わらきり抜刀祭です。今日はいつかやるさんに誘われて向かい羽黒山城に来ております。これからね、ここでこれ見える通り模擬合戦が行われるので、それに参加させていただけるということになりましたので、一緒に戦っていきたいと思います。 YouTuber のラジカルさんです。ラジカルさんと申します。現代のガンカルチャー全般を扱っておりまして、今回はちょっとね、時代錯誤の花々らしいんですけども現代の兵士が着ている装備ということで、戦国時代系のイベントにない現代装備で殴り込んできたという次第でございます。はい、もう格好があれですもんね、はい、ここに似つかわしくない格好ですもんね。まあ、一目でどういう YouTuber かが分かっていただけると思ったので、怪しいものが現代甲冑はなくなって急所だけを守るようになっています、はい、そしてシステマティックなホイスターとマガジンポーチ、そして怪我した部分、ここにはですね止血剤もちゃんと入ってます。本格的じゃないですか。ですね、今日切られるためにこう持ってきたんですか。そうですね、やっぱり覚えてもらえればいいかなと思ったんでねじゃあ切らせていただきます。切られてる、強すぎる。TikToker の阿部さんです。TikToker やってます、阿部陽介と申します。よろしくお願いします。 YouTube 大丈夫ですかこれ。あ、全然全然大丈夫です。はい、歴史でもないし、あの主婦の悩み聞いたりとかしてます。じゃあ私の悩みも聞いてください。それぞれ方の心を重そうだな。おいの、よろしくお願いします。よろしく。この後、あら、こんなところに副社長が。どうです、今ね、お怪我中なんで。あ、お店のピロスケ様が。いいですか。あ、いいですよ。ちょっとこういう、まあ、お怪我シーンを。あと聞きますわ、ありがとうございます。はい、いい感じでね、今日今回はお借りさせていただいて、こういう甲冑を。真っ赤じゃないですか。そう、真っ赤、赤備えピロスケ。なんか真田幸村じゃない。ピロムラか。ピロムラ、ピロムラ、真田ピロムラ。雪ピロじゃちょっと変だよ。いや、やっぱピロムラですよね。やっぱ雪ピロだ。まあどっちでもいいか。いや、これあれですか、なんか普通に動画でこう。あ、これ私の YouTube で。ああ、ありがとうございます、はい、副社長と今すぐ使えるんですね。いつかやるさんが味方にいるか心強い。それは分かれた方がいいんじゃないの。やっぱ専門家は分かれた方がいい。めっちゃ戸惑ってる。めっちゃ戸惑ってる。なんでお前ちょっと間が。僕が呼んだメンバー全部副社長に願いって俺びっくりしてる。いや、あれは俺もびっくりしたけど、孤立してて。だから悪霧さん来た時に最高の味方やな。あ、裏切られたんすか。悪霧さんこれすごい上手かったですね。いえいえ、なんかスみたいな。いや、でも短いから難しいっすよ。あれ当てるの、うん、こっちやると難しいですね。剣道のみたいな正面でパパッとできないです、はい、だしこう動き回ると自分の落ちちゃうっていう。あ、これで完成みたいな。ああ、ちゃんと羽織まで、ジンバ織。かっこいい、かっこいい。これはむずいわ、戦すんの。うん、なんか10キロぐらい太った感じになる。それに兜だからね。はい、そうなんですよ。重そう。兜も被るんですか。兜も被るよ。おお、上段が上がらないんですよ。ああ、そうですね。だからこういう感じでしょ。うん、どんどん、見ていただいて、みんなを。彼は TikToker ですか。多分、俺は おい、めっちゃあの帽子にフィッシャーって感じ。フィッシャーズの回し物。フィッシャーズの回し物です。フィッシャーズさんの回し物。勝てる気がしない。うん、強いわ。確かに。対抗できないわ。それがしおり、こたびの戦の掟を説明いたす。この合戦に参加する者はスポンジ製の刀を装備し、反対の腕に命の魂を装着すべし。行き損なれば己が命の魂を守りながらスポンジを刀で相手の命の魂を狙い落とすべし。落とされた者は自らの魂を拾い、速やかに陣地と定められた場所で待機せよ。勝利条件は3つ。敵軍大将の命の魂を落とすこと。2つ、敵軍大将を含む全員の命の魂を落とすこと。3つ、試合時間は5分。試合終了時点でより多くの命の魂を落とした軍、すなわち相手より多くの命の魂が残っている軍が勝利となる。万一試合終了時点で残存兵力が同数だった場合は、大将同士の一騎打ちで雌雄を決する。
正々堂々、はい、姿勢よく戦ってまいろう。今回はとにかくこのクソメガネを倒すことだけを考えよう。死因がすぎる。行くぞー、えいえい。おー、それこうやって戦ってたら囲うっていうか、こっちをおとりにして、それでどんどんどん潰していくっていう形で、それ半々で前とそっちから回ると負けない。はい、じゃあここから半分予想します。うん、追い込むグループで前衛とそっちから後ろ、後ろ回りで、じゃあここから半分が回り込むグループで、こっちがどんどんガンガン攻めて隙を作らせる相手に攻めるんだよ、そこの緑。オッケー、せめてちょっと時間稼がせて回り込んで、陰で倒すグループ。挟み撃ち、挟み撃ち。それでは第1試合始めの合図、ジンボラーマダンス第1試合開始。最初の城主足軽、現状緑軍は初めての連射ということでだいぶ緊張する王者が、しかし緑軍みんな消毒が揃うとチームワークに伝えた。さあ、落とされたものは自分の陣地で座ってお待ちください。足軽ならんぞ、落とされた人は座ってくだされ。落とされた人は座ってなってください。大将落ちた、大将落ちた、大将落ちた、大将落ちた。そこまで。緑軍大将は撃破、赤軍不残像多数により、赤柱軍の勝利。この少年たちを、はい、ま、後ろに置きつつ、後ろに置きつつ、他の人たちは前でこう一列にこう戦列を作るみたいな、さっきのやつで、まず、なるほど、はい、一列ミニチュアピロピロ作戦。そうそう、ピロピロ作戦で、ここ、これで、はい、弾を守るために後ろに下がって、これで、うん、じゃあもう、とにかく大将を後ろに行ってもらう。なるほど、大将後ろ、これね、はこの後ろを突かれる可能性があるので、それを対処するために誰か、あ、分かりました、遊撃隊みたいな、 僕こうやってやっておきます。始まりましょう。いや、違う、こうじゃなくて、敵が来たら、はい、こう、そっちにこう対処する。そうじゃない、しかも地形的にの青軍正面なんじゃな、はい、しかしこの森道をこう回ってくる別動隊がいるはずなんです。あるある、絶対ある。そやつらの、対策をせねばならない。まあ、一列でどんどん押してって押してって向こうがわちゃわちゃしたところを後ろから突くみたいな、そういう作戦でいきたいと思います。試合開始である、チンボラ流せこれ、やばいぞ。
やりましたな。作戦がそうそうしましたよ。作戦勝ちじゃないこれ。完全そうだよ、ね、今。アスナが勝ち数3、伊達が1、ガモが2、上杉が0。現状アスナの勝利といたす。だがしかし決勝はこれから。なぜならば思ったより巻いた。つまりアスナを決勝戦の第一候補といし、アスナと対するものを3組で決めてまいるのはどうでしょうか。おいお考えですな。青黄色の勝負を一発で行い、そこで勝利した者がアスナと戦う。そうでよろしいか。 OK です。何組同時に戦う。はよ。 OK。 戦記念に近いぞ。 OK。 そうなんだよ。落ちて落ちて落ちてく。落ちてく。あれあんまり勝手に通りに行けないってやつ。最後ね、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 あれ俺こんな早くやられていいの。一生副将なんだけど。おかしいな。副将を守りして潔く散りました、ね、なれば最終決戦にござる。会場の方々もしかとご覧くだされ。いざシンボラやらせでした。大将、はい、俺全く動いてないです。めっちゃ余裕だったよね。こうやったの途中で。多分覗き見てましたから。作戦勝ちですね。作戦勝ちです。余裕でしたね。もしかして軍師タイプかもしれないです。逆に大将いらなかった説。あ、それはあるかも。俺で来て動いたら結構大変。いや、すごかった。大将飾りなの。飾り飾り。そうそう。一番の敵この子なんですよね。めっちゃ狙ってくるんですよ。暗い。落とされてる。すごい楽しかったですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いた拍手じゃ。そしてもしかももう一度聞いてみたい方がおるんだな。今日は副社長という名前で良いのか。あ、副社長で副隊長になったら。副隊長になったら。ではこちらからもご意見聞いてまいろうか。いかがだったか。皆さん一生懸命元気に戦って、まあ、正直、わちゃわちゃしすぎて何が起きてるんだか分かんなくて、大将を守ることを忘れてしまうっていうことがあれ大将撃たれてるみたいなことが多かったんですけど、まあ、彼が言った通り作戦は大事かなと。ただその作戦が立てることはいいんだけど、それが実行できるかはまた別の話で、そこはやっぱりリーダーシップが重要になってくるんじゃないかと思うので、こういうのをね、人生に生かしてもらえるといいんじゃないかと思います。これからの人生にリーダーシップと団結は大事。これだけ覚えてもらえば OK でございます。お話ありがとうございます。大将恩密から褒章をお渡しくだされ。褒美じゃ、くれてやる。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか。いや、やっぱね、
1位って気持ちいいね。やっぱ何でも1番は気持ちいい。普段とはやっぱ違いますね。剣術とはまた違う。チームワークが大事です。楽しかったです。ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いでござる。 Twitter、Instagram、その他いろいろやってますので、そちらの方も登録よろしくお願いでござる。